立場死者法の真実。回転率を測ると、どちらかは本当に効果あるのか？パチンコを楽しむ多くの人たちは、給料をもらって勝ち組になりたいと思っています。しかし、パチンコの必勝法は一体何なのでしょうか？回転率を測ると、どちらかのどれが本当に効果があるのか、一度考えてみましょう。まず、回転率についてです。回転率が高ければ勝ちやすいと言われていますが、果たして本当でしょうか？実際には回転率が高い台でも勝てないこともあります。それではオカルトはどうでしょうか？一部の人たちはオカルトを信じ、勝つための方法として活用していますが、科学的な根拠はないため、効果は不明です。次に投資額について考えてみましょう。多くの人は高額の投資をすることで大きな勝利を得ることを望んでいます。しかし、投資額が高ければ高いほど、勝てるわけではありません。実際には、自分の経済状況に合わせた適切な投資をすることが重要です。さて、パチンコは勝ち逃げした方がいいと思いますか？勝ち逃げは確かに一時的な勝利をもたらすかもしれませんが、長期的な勝利につながるかはわかりません。勝ち逃げにこだわるよりも適度な遊び方を心がけることが重要です。また、パチンコの海物語の必勝法や台の選定についても気になる方もいるでしょう。しかし、必勝法は存在しないと言わざるを得ません。台の選定も運の要素が強いため必勝法とは言えません。ただし、自分の好みや遊び方に合った台を選ぶことで、より楽しめるかもしれません。最後に、一人でパチンコに行く際に負けた経験があるとのことですが、それは誰にでも起こり得ることです。必勝法を教えることはできませんが、予算管理や冷静な判断を心がけることで、負けを最小限に抑えることができるかもしれません。パチンコで勝つための必勝法はいませんが、適切な遊び方や予算管理、冷静な判断を心がけることで楽しみながら、勝利を目指すことができるでしょう。皆さんもパチンコを楽しむ際には、自己責任を持って遊ぶことをお勧めします。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。